5年に神奈川県高校野球春季県大会3回戦本日の試合失礼しました。本日の第1試合に東海大試合に先立ちまして両校のスターティングメンバー並びに審判員をお知らせします。先攻東海大学附属相模高校山内君、2塁キャッチャー木村君、3番セカンド及川君、セカンド及川君、4番ライト高橋君、5番レフト中村君、6番サーブ足立君、9番ピッチャー高橋君、対します方向1番ショート遠藤君、ショート遠藤、2番レフト水島君、レフト水島君、3番サード秋富君、サード秋富君、松沢君、ファースト5番セカンド松根君、セカンド松根君、佐賀井君、キャッチャー佐賀井君、7番石井君、先攻石井君、金子君、ライト金子君、ピッチャー塚山君、ピッチャー塚山君、審判員は球審江崎、一塁に岩尾、一塁に岩尾、二塁に神奈川、三塁に水島、三塁に水島、以上4試合ございます。試合会お待ちください。この試合のアナウンスは亀有高校佐藤花が担当いたします。
相模高校はあと3分です。